ちは作業療法士ガスケアアプローチ腹筋アドバイザーの国本文平です。今日は姿勢の話の中での腰痛の話をちょっとやっていこうと思います。はい、腰痛腰が痛いなっていう時に皆さんはどうやって対策を取られてますかね。何か運動をしたりだとかマッサージをしてみたりとかいろいろあると思うんですけれども、一つですねこの背骨を中心に姿勢をこう考えていると実はいけないという話なんです。この背骨ですね、ここから背骨がぐーっと出ているわけですけれども、後ろ触れますよね、皆さん背中の方ですね、ちょっと触ってみてください。で背骨はこう体の後ろを支えてて、で前の方ですねは、まあ、肋骨はあるけどその下は何もないというふうな状態になってます。じゃあどうやってこの何もないお腹周りのところを支えているのか考えてみたことがありますか。はい、体操学の説明にもですね、背骨はですねこの姿勢を支える上でだいたい半分以下ぐらいを支えていると言われています。でその残りはここのお腹の腹腔って言われているボールとこの胸腔ですね、肺とか心臓とかがあるところのボールの2つの空気圧によって支えていますということになっています。はい、そうなるとそっかそっか、このボールがあってボールが2つが重なり合って支えてるんだなっていう感じになるかと思います。例えばですけどちょっと前の方に体向けてもらってお腹に空気入れてもらったら少し体が起きる感じがしますよね。これ腹腔のボールを感じる時のやり方ですけれども、このお腹この腹圧で支えているんだっていうことでもないんですね。はい、そこも間違いないから背骨でもないし腹圧で支えてるわけでもないということを知っていただきたく、ちょっと今日実験をですねしてみようと思います。はい、これが空気の圧力なんですけれども、陰圧陽圧というものを利用して支えています。はい、ちょっと今日ですねよいしょ、水を使った実験を行っていきます。はい、この水鉄砲のペンギンちゃんですね。はい、で普通はこの大気はですね陽圧に満たされています。ただの水です。でですね、ちょっと中身入ってました、中身入ってました。これを潰して水を吸い込むと、でそうするとグッと出てきますよね。当たり前ですけどグッとスポイドをキュッとで何か吸い込むのと同じです。でこれが陰圧と言われるものですね。はい、陰圧吸い込む力が働きます。はい、でこれは今この腹腔のモデルとして持ってきてます。でそこに穴が開いててお腹下が骨盤底筋骨盤だとします。はい、でこれに水を入れると下から漏れていきます。はい、で今度はですねこの黄色いものをですね、これを胸腔ですね、この肋骨部分横隔膜あたりのものとして考えます。でここに水を入れてでちょっとかぶせて反対にしてみます。そうすると
ほとんど漏れないですよね。今ちょっと空気が入ってたので漏れてたんですけれども、空気の流れが止まって体積が一定になりました。そうすると中で陰圧が働いて水を引き上げる力に変わっていきます。これで支えているんですね。ただ釣り合っているだけです。例えば皆さん、あの肝臓が今日すごく重たいなとかですね、感じたことありますか？多分ないと思うんですけれども、釣り合ってバランスをとっているだけだからです。でこれで何もこう筋力とかその構造的な力は働いてないですよね。はい。でもうちょっとですねやっていこうと思います。はい、今度これですね、このザルです。水が通ります。でボトルに水を入れますね。はい。でこれでひっくり返すと、これもまた水が止まりますね。はい。でこれが上が胸腔ですね、胸の方です。で下が内臓部分だと思ってください。このように釣り合って支えています。ただしバランスをとってるだけなので外からの力に対してすごく弱いんですね。例えばこう絞るとすぐに簡単な力で出てしまいます。はい。これが下に圧力がかかる様子や何か漏れたりする様子を表しています。はい。逆にここの今肺の部分ですね、胸の部分、ここから息を吐いていくわけですよね。息を吐きます。そうすると陰圧が高まりますよね。高まってぐっと引き上げられていきます。ここの横隔膜はもちろん引き上げられます。で下の骨盤底筋ももちろん引き上げられていきます。はい。また姿勢がですねこう悪くなっていると、もともとここの引き上げる力が弱くなって下に圧力がかかりやすい、腰を痛めたりとか尿漏れを起こしやすい体質になるということが分かりますね。はい。これを解剖学的に空気の張りというふうに表現します。この天井とかにある張りのことですね。ですので呼吸を正しく行うということが姿勢にとって一番大事な大きな力になっていきます。はい。でこの背骨なんですけれども、背骨はあくまで補助的な役割を姿勢で果たしていると思っていてください。背骨の一番の働きはですね、この脳から出てる脊髄を守ってそれを適切に各部署にこう届ける、その起点の役割を果たすことだと考えてます。はい。そのように骨も設計されていて、その周りが一番骨密度や骨量が多くなっています。はい。で背骨で支えないということですね。背骨でだいたいその悪い姿勢から、いい位置を作って、そこからしっかりと呼吸をしていくということが姿勢を保つ上で一番のポイントになってきます。ご清聴いただきありがとうございました。私の運動教室ではオンラインレッスンもやっております。このように姿勢の話から呼吸のこと、体幹運動のことを思いですね、一般の方が元気に健康に安全に運動して生活できるやり方をですねお伝えしております。もしよければ今後も注目していただけたら嬉しいです。ありがとうございます。